どうも藤田康介です。こうちゃんです。こうちゃんです。こうちゃんです。変な人が来ました。いやでも僕も恋愛の悩みあるんだよね。ああ僕もそうだね。でもまずは女の子を誘って食事に行くところからだよね。僕も練習したいから分かる範囲で教えてよ。うん。いやー今日は来てくれてありがとう。僕も吉野家久しぶりだよ。なんでだよ、なんで初デートで吉野家なんだよ。イタリアンとかでしょ。いやー今日は来てくれてありがとう。僕もイタリア初めてだよ。なんでだよ、なんで本当にイタリア行くんだよ。でもまずは共通の話題で話し始めて。僕たちの住んでいる日本の地方創生に必要なことは何だと思う？いや違うでしょ、テーマがちょっと硬くない？趣味とかでしょ。あとは女の子を褒めてみて。若く見えるよね。70には見えない。なんでだよ、おばあちゃんかよ。ストラビゾン広いな。おしゃれだよね。7歳には見えない。なんでだよ、小学生かよ。こうなるぞ。その筋肉男らしいよね。なんでだよ、相手は男かよ。こっちかよ。言うよね。なんでだよ、春の愛かよ。どんだけ。なんでだよ、一行かよ。でも会話が持たなくて沈黙もあるかもしれない。その時ピンチを乗り切る言葉をかけてみて。さよならホームラン。違うでしょ、次の話題に行けばいいんじゃない。あとは甘い言葉をかけてみて。ソフトクリーム。違うでしょ、あとは次のデートの約束をしてもいいから次につなげる言葉をかけてみて。バント。違うでしょ、あとは次のデートに行きたいお店はどこ。すき家。なんでだよ、牛丼屋好きだな。言うよね。なんでだよ、春の愛かよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。